皆さんこんばんは、ゆうくりです。今回は JR 四国7200系普通電車の走行集第5弾を作りました。ゆっくり見ていただけると幸いです。それでは行きましょう。シュシュポポ。坂出駅13時17分普通列車多度津駅です。坂出駅14時ちょうど普通列車琴平駅、木梨駅14時42分普通列車高松駅、木梨駅14時58分着普通列車観音寺駅、国分駅15時6分発普通列車観音寺駅、高松駅7時40分普通列車観音寺駅、多度津駅17時32分着普通列車観音寺駅、多度津駅10時24分発普通列車高松駅、多度津駅10時43分着快速三方と観音寺駅、多度津駅10時53分着普通列車観音寺駅、多度津駅11時14分普通列車琴平駅、丸亀駅13時9分発普通列車琴平駅、丸亀駅13時14分着普通列車高松駅、丸亀駅13時27分発普通列車多度津駅、丸亀駅13時35分着普通列車高松駅、丸亀駅14時8分発普通列車琴平駅、丸亀駅14時27分発快速三方と観音寺駅、国分駅15時36分着普通列車高松駅、国分駅15時41分着普通列車琴平駅、国分駅16時5分着普通列車高松駅、国分駅16時7分着普通列車観音寺駅、国分駅16時29分から31分発着普通列車琴平駅、豊浜駅7時58分着普通列車伊予西条駅、宇多津駅11時9分着快速三方と高松駅、宇多津駅11時25分着普通列車多度津駅、坂出駅8時12分着快速三方と高松駅、伊予土井駅14時56分から15時3分発着普通列車観音寺駅、滝浜駅13時39分発普通列車伊予西条駅、滝浜駅14時45分から46分発着普通列車観音寺駅、動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。